はい、どうも皆さんこんにちは、沖縄です。ということで、ついにメンテナンスがね、明けまして、なんかイントネーションおかしかったけれども、まあいろいろお知らせ更新されていますということで、ガッツシと、見ていきましょう。まとめて、はい、いきますね。めちゃめちゃなんか更新されてるんですけれども、とりあえず、バージョンアップのお知らせからですね。はい、おなんかでっかいの来てるね。バージョン 4.30 ですね。で、アップデート内容、毎日無料でアイテムゲットってことで、あ、これちなみに僕も完全初見です。本当にメンテ開けて1分もせずに撮ってるんでね。で、1日1回無料でアイテムを獲得できる宝箱がショップに新登場。ショップ？ん？無料って書いてあるけど、どういうことですかね、これは。よくわかんないですけども。で、パーティー編成がもっと便利にってことで、お任せキャラクター、ん？キャラクターの詳細画面のタグをタップすることで、同じタグを持つキャラクターを表示するようにしました。相当が書きやすくなったってことかな。パーティー編成画面のお任せ編成にて、リーダーに合わせて他のパーティーメンバーを編成する機能を追加しました。なるほどね。リーダー入れといたら、もう他、もうポン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 って編成してくれるってことか。まあ、これまでね、お任せパーティーってなると、かなりね、なんか訳のわからないゾメパンみたいなのが作られたりしていた気がするんで、はい、ありがたいですね。で、フラグメントのフィルターにバトルスタイルを追加しましたってことで、うん、まあまあまあ、使うタイミングあるんかな。まあでも、海洋圏のフラグメントとかは出しやすくなったんかなっていう感じで。で、メニュー、キャラクター画面の UI をより操作しやすいレイアウトに変更しました。おー、なんかすごいね、これ。え、タイトル画面から、うわ、マジか。あ、そういうことか。めちゃめちゃパーティーかっこよくなってますね。はい。リーダーからサブまで。これちょっと見ていこうか。で、一部のイベントがより遊びやすくなるということで、各属性のボーナスバトルを調整し、よりソウルを、いっぱいもらえるようになりましたって書いてありますね。はい。まあ、どんぐらい数増えてるかっていうのははっきりわかるぐらいなんかな。ちょっとこれも10周ぐらいだけ回してみてもいいかもですね。で、京都やレイドの、リザルト終了後、マッチング画面に戻るボタンを追加しましたとか、なんかいろいろ書いてありますね。はい。でかいのは、タイムブーストの数が減った。これはまあ、ギルドのポイントに結構優先になったりするんかな。で、冒険依頼書の所持数を分かりやすくするため、メニューの冒険ボタンに所持数を表示するように回収しました。うん。フラグメントの入手方法について、キャラクターフラグメントアーカイブだけでなく、所持している各フラグメントからも確認できるようになりました。あ、これは結構いいんじゃないの？多分。所持している各フラグメントから、入手方法を見られる。あ、いいですね。これはめちゃめちゃ。うん。フラグメントのなんか S とか Z とか、厳選するときとかからも多分見れるってことだよね。でかいですね。で、デイリーミッションをコンプリートして、ホーム画面を開いた際、デイリーミッションの報酬を受け取れるようにしました。まあ、デイリー受け取りやすくなったのは、うん、忘れずにやりやすいんでいいんじゃないですかね。で、タイトル画面の労働高速化。これはまあ、初回はあんまり分かりにくかったけど、ってな感じですね。で、不具合も各種、変わっているということで、レーティングマッチに行って、バトル上位のマッチングルールを調整しました。っていうのを、後日実施ですね。なんで、まあ、またちょっとしたら変わるらしいですけれども。なんか、ゴッド同士が当たりやすくなるとか、そんなんかな。で、レジェンズフィードバックアップデートの2022の、更新が一応入ってるんですけれども、どれだ？いやー、なんかがっつり変わってる気しないんで、はい、ここはいいかなと思います。で、でかいのこれね、レジェンズの、プレミアムミッションが開催っていうことで、はい、こちら、2022年の5月25日まで、あ、そうなんだ、期限が設定されてるんですね。なるほど。めちゃめちゃ長い攻略サイトさんの方では2100年とか書いてあったんだけど、さすがに期限ありか。これはちょっと買う人減るかもね。うん。で、ちょっと解放コストについても見ていきましょう。簡単なミッションのクリアで豪華報酬が手に入る。マルチセットパワー600をはじめとした様々な報酬をゲットしよう。そう、ここら辺がめちゃめちゃ手に入る。正直ね、クソうまいです、マジで。うん。で、時の結晶3000か。まあ、言われていた通りですね。ただ、本当に期限だけが気がかりなところですよね。5月25。まあ、かなりでも、解放は考えてもいいんじゃないかなって思いますけれども、僕も迷うレベルですね、これは。はい。意思3000か。まあ、でも、するかな、さすがに。で、前回の動画でも言ってるんですけれども、このマルチ Z パワー600は、おそらく永遠に保持することができるんで、解放さえしとけばね。なんで、あとはこの
あれですね、 SPZ パワーとかもですね、まあ、正直めちゃめちゃでかいんで僕はすると思いますけれども、まあ、もちろんね周年キャラ、いろいろね話もありますけれども、まあ狙っていきたいなって思ってる人は、はい、がっつりとちょっとここは考える必要がありますね。ということで、まあそんぐらいかな、更新情報としてはがっつり変わってんのはそんなもんだと思います。ということでちょっとパーティー画面とか見ていきましょうか。多分おお、え、めっちゃかっこいいね。しかもボイスが入るようになってる。あー、え、いいねこれ、めちゃめちゃクソかっこよくない？合体編成とかだったらどんな感じになるんだろう。あ、でもパーティーの編成画面はまあ前と変わらないって感じか。なるほどね。78合体とかどうなるんだろう。やばっ、いかついねこれめちゃめちゃ。はい、ということで、まあかなりなんだろう、実況映えしそうですねこれは。はい、という感じで今度からはね、こっちの画面でまあ実況の何冒頭とか撮っていく可能性がありますね。フラグメントとかも、一斉に見せることできるんでめちゃめちゃいいかなというふうに思いますね。はい、かっこいい、マジでかっこいいその一言に、尽きるかなというふうに思います。で、フラグメントの方ですね、装備フラグメントちょっと見にくくなってるけど、でここから多分入手方法が見れるってことですよね。あ、でかいなこれ。うん、これまではアビリティの画面しかなかったと思うんですけれども、ここからボーンって飛んでいけるのはクソでかいというふうに思います。アーカイブを見る必要がなくなりましたね。うん、で冒険の所持数が見えてる。でこちらのちょっと見ていきますか。あの宝箱みたいなちょっとバーンと何が出るんだろう。あ、 N10個出てきた。あ、でも結構でかいね。はい、という感じで、まあ余計に毎日やる必要が出てきたんかなということで、これ別に周年イベントとかじゃないですよね、多分常時開催だと思うんで、はい、皆さんまあ忘れずにね、N10個地味にうまいからね。まあこういうのもまた何が出てくるのか、全部確定してきたら、まあ、リストとかにして動画にしていきたいですね。で、こちら、ボーナスバトルのソウルの数が変わってるらしいんですけれども、1色3個になってますね。2個から3個か。はい。3つのステージになっておりますね。はい。なんで、まあかなりまとめて取りやすくなっているということで、しかも石もらえるやん。これ石1個なんか寂しいけど、ちょっと見ていきましょうか。一戦クリアして、まあでも前回のね、もらえたソウルの数を僕あんまりはっきり覚えていないんで、なんとも言い難いんですけれども、まあ一応1周年入って、もらえるソウル見ていこうかなというふうに思います。はい。まあここら辺もね、正直、前回覚醒とかめちゃめちゃソウル使うじゃないですか。そういう時に1個1個足りないソウル探して、行くのめんどくさかったんでね。はい。まあ、一色につき3ステージに縮めてくれたっていうのはめちゃめちゃでかい気がしますけれども、どうでしょう。一発で、あー、300個めっちゃもらえるくないか。え、一周300個とかもらえてたっけ。そんなもんでしたっけ。ちょっとわかんないですけども、エネルギー2個だよね。多分結構増えてるんじゃないかなっていうふうに思います。まああんまりしっかり覚えていないんであれなんですが、はい、増えてるんかなっていう感じですね。まあどっちにしろ石じゃない、ソウルのもらえる数が、まあ、あんまり変わっていなかったとしてもかなりね、これはコンパクトにされていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そっか、これまで3と4が一緒にもらえない状況だったから、まあもらえはしたけど同じぐらいの数がもらえてるようになったから、そういった感じで、まあ周回が良くなったって感じか、無駄がなくね回れるようになりましたね、という感じでございます。はい。まあ他は、まあイベントとか大きく変わっていないと思うので、まあとりあえずメンテナンス開けて9時からということでね、今日の、デイリーミッションとか、あとは1日1回のステージとかっていうのは、今のうちにクリアしておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、あと8日のフリーザ君っていうミッションがまた出てきてますね、うん、という感じで、はい、まあ結構ね熱いアップデートが今回あったんじゃないかなと思いますけれども、まあなんか裏でね、周年に対するなんかイベントとかのデータが入ってたりするのかもしれませんね。ということで、今回はめちゃめちゃ面白い、このプレミアムミッションのお知らせプラス、いろいろな仕様変更があったのでまとめて動画にしていきました。
週末はねたくさん動画また上げていくんで、ぜひともチャンネル登録と高評価、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは今回の動画を終わりましょう。お疲れ様でした。